職業釣り師の小沼雅也です。今回のシーバス塾は小沼が選ぶ名作ルアーについての授業です。名作は不滅です。実際僕初めてシーバス釣ったのはラパラの CD9 なんですが、あえて僕が名作と言わせていただくのはこれです。カウントダウン5センチ。カウントダウン5センチ何がすごいかっていうと、もう当時僕唯一2桁釣れるタルワーがこの CD5 で、バチ抜け僕結構苦手だったんです。どうしても釣れない状況でもこの CD5 だけはバチベイト両方のパターンで釣れたので、そこからですね僕の CD5 好きが始まりまして、いろんな状況で試しました。これもワームに近いとこありまして、いるシーバスにはすごい反応良かった。ちょっと飛距離はね劣るんですけど、バルサボディ、あの身が詰まってるんで ABS 樹脂と違ってね、ルアーのフックのとか反響しない、水平姿勢が釣れるって教えてくれたのもこのルアーだし、ね、5センチが効くっていうのもこれが教えてくれて、例えばですね9センチ釣らなくなったら7っていうか下げてたじゃないですか。7センチ釣れたら、あもうこれでシーバスいないのかなと思ってた。それでこれを投げたらただに 2,3 本抜けたっていうのがあって、それからスモールミノーが好きになりまして、東京湾のね京浜運河とかやれてるこの品川区大田区江東区エリアの運河周りではこれを持ってひたすらシーバスを狙いに行って、キワについてるやつ、メアについてるやつ、いろんな5つシーバスをほんとたくさんね拾ってくれましたね。でラバラさんのすごいとこは毎年ね新色出してくれるんで、色展開が豊富だったっていうのもあって、その当時すごい色にこだわってて、いろんな色買ってテストしました。当時ラバラカードっていうのがありまして、ラバラを 1個買うとカードがついてて、例えば50個もらったらナイフがもらえるとか、いろんな企画があったんですけど、ラバラね150個以上買ってるはずなんですよ。でラバラカードでいろんなものをプレゼントしていましたね。それくらい思い入れがあって、特に CD5 はいろんな5つシーバスの勉強をさせてもらったルアーですね。ラバラね面白かったのは5センチ7センチ9センチってあるんですけど、サイズで連中調整したんですよ。例えば CD5 だったら50センチ泳ぐ、 CD7 だったら70センチ泳ぐ、 CD9 だったら90センチぐらい泳ぐみたいな感じで泳いでたんで、サイズでレンジ調整もしてましたね。レンジの大事さを教えてくれたのはカウントダウンのラパラとは思っております。このね CD5なんですけど、もうただ巻きでいいです。テクトロなんかも良かったね。ここでもリトリーブスピードを教えていただいたんですけど、スナップがちっちゃくなきゃダメですね。1センチ以下、7ミリぐらいが良かったですかね。ラパラを使って針の有効性を覚えましたね。当時オフトさんから出てた針があったんです。コスパも良くてすぐ曲がっちゃうやつだったんですけど、刺さりが良くて、それをラパラの針につけてました。そしたら今まで乗らなかったあたりが乗るようになって、針って新品使ったらショートバイトなくなるんだなっていう勉強にもなりました。ナイロンだったんですけど、 P ラインも導入してラパラがプルプルして泳いでんだって分かったのもこの時で、 P ラインを使い出したのもこのラパラを使ってからっていうのもあります。使い方としては着水して1秒に近いでテクトロするんであれば、サイズごとで糸出す長さ決めてて、 CD5 だったら 5m、 CD7 だったら 7m、 CD9 だったら 10m みたいな感じで決めてて、ルアーがちっちゃいんでナイロン使ってる頃ってテクトロでもライン出しすぎると実はルアー泳がなかったってことが分かって、 CD5 使う時は 5m しかライン出さないでテクトロしてました。今でも十分釣れると思います。カウントダウンと中で派生系になるんですけど、この金属リップがついた CD7 マグナムってなんです。僕はこの CD7 マグナムで深いレンジを探れるテクトロ、ロングビルの有効性を教えてくれたルアーもこれです。ウッド素材で水平姿勢の良さを教えてくれたのもカウントダウン 7g で、こうやって泳いできてだいたいヒットするときって CD7 マグナムが水平になったときに下からシーバスがコボって出てくる。ルアーが水平になったときに食うんだって、ね、気づかせてくれたのもこのルアーですね。金属リップがねプラスチックの波動と違う、水押しが強いんでしょうね。すごい魚寄せるんですよ。カウントダウンだと濁ったとき釣れなかったんですよ。でもこの金属リップの CD7 マグナムを使ったら濁りなんかでも釣れたりした。あとテクトロやっぱりリップが長いんで1メーター50とか2メーターぐらいのレンジを泳いだと思うんですけど、さらに深いレンジを探ることによって、その普通のカウントダウンと CD7 マグナムを使い分けたことってよりシーバスは釣れるようになりましたね。初めてデーゲームで釣れたルアーなんですよ。それもテクトロだったんですけど、当時シーバスは夜釣りしか釣れないって言われててテクトロしまくったんですよ。これつけると CD7 でテクトロしてたら出てくるんですけど食わなかったんですよ。あちょっとレンジ浅いのかなと思って CD7 マグナムを使ってテクトロをしたら5匹も釣れたんですよね。でしかもナイトよりサイズがいいんですよ。平均して60以上、ナイトで東京湾とかでやってると60なかなか釣れなかったんですよ。 CD7 マグナムを持ってテクトロしまくってました。最近はしてないですけど多分今やっても釣れるんだと思います。その頃まだ職業釣り師になってなかったんで CD7 マグナムでデーゲームのテクトロで釣れるっていうのは今後悔しましたずっと黙ってました。それくらいテクトロでは活躍してきたルアーです。当時ですね船と岸壁の間50センチぐらいなんですけど、その間でシーバスがよくボイルしてたんですよ。普
通のカウントダウンのラッパーだと食わなかった。ちょっとレンジ入れなきゃダメかなと思って、そこでこの CD 玉を投げて5メーターぐらいですよ。その距離だけでも十分釣れたんで、ロングビル有効的な使い方教えてくれたのもこの CD 7マグナムでしたね。シーバスで教えてくれたルアーだったんで、ラッパラさんには感謝しております。ご視聴ありがとうございました。いいね、コメントよろしくお願いします。皆様のご意見を今後の動画の参考にさせていただきます。新作動画を見逃さないためにもチャンネル登録よろしくお願いします。